何か面白いものが見えたわ。指揮官、一緒に見てみない？ああ、間違いないわ。やっぱり塗装を送って正解だった。ん？何？あなたも着てみたいの？なら私が直々にデザインしてあげる。指揮官、午後空いてる？なら私に付き合って。まずは最新のハードウェアを購入。次は。異論でもあるの？あなたの予定は把握済み。逃がさないから。ヘッドフォンで何を聞いているのかって？音楽だけではないわ。あ、ちょうどあなたの演説が流れてきたわ。どれどれ。私はレイヴン大指揮官。冗談よ、信じたの。そんなつまらない趣味はないわ。それとも、そうしてほしいの？いいものを送ってあげる。はい。ブラウニーよ。この子はね、あなたに必要なものをすべて調べてくれるの。あ、何？休憩室の鍵を探す？は、この子を少し改良するわ。あなたのその足りない頭を物理的に修復できるように。耳に触らないで！おはよう。今日の仕事は大変よ。ドールベアと音楽鑑賞、ドールベアとティータイム。あとは新しく買った積み木で遊ぶ。何？嘘じゃないわ。すべてあなたの予定表に書いてあるの。ほら、見て。あなたの個人端末用プログラムを調整したわ。特定の時間にブラウニーがトランペットを吹いて休憩時間を知らせるの。でね、ウイルスプログラムとして組んだから、下手にいじらない方がいいわ。あなたの脳は最新型の電子脳に取り替えているの？違う？だったらなぜ休憩しないの？それとも本気で電子脳にしたいの？そういうことなら手伝ってあげるわ。うわぁ、空中庭園は落ちていくのか。冗談よ。やっと休憩室の鍵を見つけた？ブラウニーは役立ったみたいね。私？ここであなたを待っていたわ。ここのメンテをしながらね。この恩は、どう返してくれるの？こんにちは、指揮官。しばらくお邪魔するわね。仲良くしましょう。公平部隊の馬鹿たちをしばらく避けられるのも悪くない。計画通りに機体を調整すればいい。そう。それでいい。面倒ね。ん？
これ以上仕事は増えない。それは良かった。この程度なら造作もない。うん。戦いは好きではないけれど、強くなるのも悪くないわね。あら？私にくれるの？そう。似合うわね。ありがとう。戦闘なんて、カレニーナに任せたらどうかしら。私はプログラマーよ。私を隊長に？まあ、あなたがどうしてもというのなら。お疲れ様、指揮官。本日の報告は以上です。まだ何かある？ないのなら、私はこれで失礼するわ。戦いはあまり好きではないの。それよりも、技術的な任務を任せてほしいわ。待って、毛糸がぐちゃぐちゃに絡まったようなコードを渡されるのはごめんよ。私がどんな反応をするか知りたくないでしょ。レオナルド？特に話すことはないわ。貴族の利権争いや愛憎劇なんてよくあること。そんな顔しなくていい。本当に信じたの？あんたがぐちゃぐちゃにした書類をこっそりメールで送ってきても、私は一切関与しない。その点をしっかり理解してほしいわ。カレニーナ隊長。あら、待って。何か面白いものが見えたわ。指揮官、一緒に見てみない？ああ、間違いないわ。やっぱり塗装を送って正解だった。ん？何？あなたも着てみたいの？なら私が直々にデザインしてあげる。ああ、このコードを書いたのは誰？全く信じられない。サーバーを直接爆破した方がマシよ。つまりね、あのサーバーは古すぎるから発火の危険があって、至急解体が必要なだけ。構造体にならなかったら、私もヘラルド計画の一員となったり、貴族のように振る舞い、鳥かごの中の鳥になっていたかも。でも、案外悪くないかも。そうじゃない？いつの日か。人類は本当にゼロ点リアクター以上のものを作れるかも。私も夢を見るなんて。以前よりも口数が多い？おバカさんとはあまり話をしたくないだけ。今はどうかって？あなたなら私と話す資格はある。だけど、あなたがすぐに対話をやめたいのなら、それでもいいわ。指揮官、午後空いてる？なら私に付き合って。まずは最新のハードウェアを購入。次は。異論でもあるの？あなたの予定は把握済み。逃がさないから。ゲシュタルトには未だに解明できない秘密が隠されている。いつの日か。私がそのすべてを解いてみせる。あなたがもし嫌でなければ、私と共に進みましょう。私が必ずあの塔の終着点を見せてあげる。継承は壮大だけど、虚無的な概念よ。私も上流社会に属していたことは否定しないけど、過去にすがって、未来を作ろうとする人を軽蔑している。仮にあんな伝説がなくとも、今の人類は、同じように歯を食いしばりながら、暗闇の中を進み続けるでしょ？ヘッドフォンで何を聞いているのかって？
だけではないわ。あ、ちょうどあなたの演説が流れてきたわ。どれどれ。私はレイヴン大指揮官。冗談よ、信じたの。そんなつまらない趣味はないわ。それとも、そうしてほしいの？おはよう。あなたの生活リズムに慣れたら、早寝は無理でも、早起きは確実ね。こんな生活をずっと続けていくのも、案外悪くないわね。すべてが終わったら何をするのかですって？多分、メンテナンス屋か、ゲーム開発かな。どっちも悪くないわ。あなた？生産担当よ。それか、ゲームの企画書を書いて。もちろん、お店のマスコットになることがご所望なら、私も異論はないわ。こんにちは、指揮官。他にまだ仕事はありますか？こんにちは。こちらはドール部屋です。ご用の方は、P という発信音の後に、ご用件をお話しください。P、門限？そんな愚かで理不尽なルールに、私が従うと思う？構造体の自由を制限するルールなんて、私は断じて、認めない。空中庭園に移動を申請して、公平部隊に来たらどう？ちょうど補佐が欲しかったの。何か問題が？副隊長にも当然サポートが必要でしょ？ちょっと、その部品はそこじゃない。休眠カプセルを爆発させて、部屋を丸ごと吹き飛ばすつもり？ほら、この方向ではめ込めばいいの。クッキー、食べる？せっかくの休憩時間なんだから。味が気に入らない？本当にセンスがないわね。この味はどう？試してみて。え？あなたも聞きたい？しっかり持ちなさい。壊したら、あなたには弁償できないかも。難しい話は柄じゃない。つまり、あなたが私の目の前に現れてくれたこと、とても感謝している。いいえ、今のは、冗談じゃないわ。ご好意に感謝します。これは大切にするわ。何を企んでいるの？大変な仕事は手伝わないから。あのね、プレゼントを2倍にしたって応じないから。私に？まあ、センスは悪くない。お礼に何か欲しいものはある？公平部隊隊長殿の間抜け面スタンプ集ってのはどう？私を喜ばせたいのなら、こんな回りくどいことなんてしなくてもいい。サクランボ味の電解液をおごってくれればいいから。歌が好きなの？今度の休憩時間に、私と一緒にどうかしら？カラオケ機のプログラムを改造して、黄金時代の歌を再生できるようにしたの。あら、それは残念。いやね、録音なんてするつもりないわ。本当よ。一番欲しいもの。特にこれといったものはないわ。でも、あなたさえ良ければ。最近、いい感じの CD を入手したから、一緒に鑑賞しない？今度は、あなたの演説音声じゃないから、安心して。プレゼントは、小さい頃にたくさんもらった。すべてがキラキラの包装紙に包まれていて、高価だけど、つまらないものだった。もちろん、あなたからの贈り物は、たとえどんなものでも、すべて大切にする。でも、大切にするのは、それだけじゃないから。
いいものを送ってあげる。はい、ブラウニーよ。この子はね、あなたに必要なものをすべて調べてくれるの。あ、何？休憩室の鍵を探す？この子を少し改良するわ。あなたのその足りない頭を物理的に修復できるように。その状態でよく寝れるわね。レイヴン隊の指揮官は本当に大変ね。本当に全くの無防備ね。今のうちに寝顔を取ってスタンプを作ろう。名付けてレイヴン隊指揮官スタンプ詰め合わせ。一体どれだけの仕事を抱えているの？自分自身を過負荷状態のデバイスのようにさせるなんて。重要ではないものは他の人に回しなさい。あなたの脳は最新型の電子脳に取り替えているの？違う？だったらなぜ休憩しないの？それとも本気で電子脳にしたいの？そういうことなら手伝ってあげるわ。ねえ。ねえ。はあ、寝つくのは山根より早いわね。言ったでしょ？公平部隊に移動して私の補佐になれば楽になれるのに。いいわ、少し手伝ってあげる。目を覚ましたら感謝してほしいものね。指揮官、そろそろ休憩時間よ。これ以上コーヒーを飲まないで、その目の下のクマが頬に届くまでずっと仕事するつもりなの？直近1時間の仕事に関するメールをすべて一時的にブロックした。今の仕事が終わったら休憩しなさい。補佐担当としてあなたを時間通りに休息させる義務がある。この時間なら何があっても休むべきよ。端末がロックされるのが嫌なら今すぐおとなしく寝なさい。あなたの個人端末用プログラムを調整したわ。特定の時間にブラウニーがトランペットを吹いて休憩時間を知らせるの。でね、ウイルスプログラムとして組んだから下手にいじらない方がいいわ。こんにちは、指揮官。今日も一日頑張って。私は先に行くから。じゃあね。はあ、久しぶりに公平部隊のあのバカの声を聞いた。本当に慣れない。壁に貼ってあった執行部隊の行動規範？そんなもの知らない。廃棄書類と一緒に宇宙のゴミになったんじゃない？これは今日のスケジュール。これは午前中に見ておく書類。他のどうでもいいものはすでに処理しておいたから。あまり感謝しなくてもいいから。来たの？紅茶でもどう？入れたばかりよ。ほら、クッキーもあるわ。空腹のようだから分けてあげる。いつもこうして都合よくもてなせると思わないでね。昨晩はちゃんと休めた？私？私はとても快眠よ。良質な睡眠は意識界を活動的にする方法なの。もちろんこれは人間も同じこと。昨晩あなたは本当に眠れたの？データストリームから投影される流星群を見てみない？あら、冗談ではないわ。ほら見て。目が覚めた？では、仕事を始めましょう。おはよう。今日の仕事は大変よ。
ドールベアと音楽鑑賞、ドールベアとティータイム、あとは新しく買った積み木で遊ぶ。何？嘘じゃないわ。すべてあなたの予定表に書いてあるの。ほら、見て。やっと休憩室の鍵を見つけた。ブラウニーは役立ったみたいね。私？ここであなたを待っていたわ。ここのメンテをしながらね。この恩はどう返してくれるの？いくら揺らされてもあなたのその面倒な仕事は手伝わない。うわぁ、空中庭園は落ちていくのか。ふっ、冗談よ。こんな幼稚な方法で爆発のシミュレーションをする気なの？ちょっと、もし私が転べば、労災申請できるけど。あなたはカレニーナと同じく幼稚ね。耳に触らないで！指揮官の仕事って本当に複雑。あなたの仕事ぶりはとても意外よ。戦うの？はあ、こういうのは本当に苦手なのよ。バグ発見。侵入開始。データ削除。ハッキング！クリーンヒット！やるじゃない。なら次は私に任せて。これがあなたの実力？見てなさい。私のフルパワー！バグが出た。高リスク安全警告。情けない。バカを見せるなって。これくらいも自分でできないの？デバッグ完了。バグ修正完了。ご覧の通りで満足かしら？